やっぱプレッシャーはあるんですけど、まあ誰にも負けるつもりはないので、このまま無敗で世界チャンピオンになったらめちゃくちゃかっこいいなって思うので、女子高生のうちにできれば世界チャンピオンになりたいので頑張ります。顔が切られようが切ろうが、それが競技だと思ってるので、女子でも子供でも別にあんま関係ないと思うので、立ち技最強って言われるのがムエタイなので、やっぱ最強を目指すにはムエタイが一番かなって思うので、やっぱ肘折りが一番いいと思います。女子の試合はつまらないって言われるのがすごい嫌なんで、女子でも倒せるし、女子の試合でも面白いっていう、まあ、そこは試合で意識してますね。それはもちろん格闘技が広まればいいし、今やっぱ人口が少ないんで、もっとたくさんの選手が増えて、いろんな選手が、そうですね、育てばいいと思うんで、 SNS 頑張ってます。お忙しい中、わざわざ会場まで足を運んでくださりありがとうございます。また配信で見てる方も応援ありがとうございます。男子選手に負けないぐらいスリーファイナルに選ばれた以上、しっかりと面白い試合をするので期待しておいてください。応援よろしくお願いします。私のムエタイを楽しんでください。2022年9月18日東京後楽園ホールジャパンキックボクシング協会チャレンジャー6、これから後半戦セミファイナルの第一試合となります。ゲスト解説の鬼越トマホーク酒井さん、はい、さあ女子の試合でなんとこれは肘ありルールになります。いやー、ちょっと見たいような見たくないような過酷なルールですよね。はい、まあ、プロデューサーの武田光三さんの、ね、決意表明がありました。はい、もう男子も女子も関係ない、キックボクシングをやるんだったら肘ありだろうというね。そうですね、もう本当立ち技で最も過酷なルールというのはもう本当その言葉通りだと思います。あとやはり打倒ムエタイを掲げるのであれば肘ありというものは避けては通れないですよね。そうですね、まあ、でも宮本さん、実際のところどうなんですか、はい、このムエタイの女子選手のレベル強さというのは。うわ、もう全然すごい上手いですね。肘も全然使えるので、はい、女子でも小さい頃からやっているので。そうですよね、この藤原の相手のネワハソソンタム、藤原ノアと同世代の18歳です。だから48戦して38勝、すごいですね。まあ、実際のところのムエタイ選手の戦績キャリアってよくわからないって言いますもんね。そうですね、みんなすごいやっているので。はい、対する藤原ノア7戦して6勝 1KO1 引き分けです。今のところ無敗、17歳の JK ファイターです。まあでもね、無敗のままチャンピオンにまで上り詰めました、ミネルヴァピン級チャンピオンの藤原ノアです。対戦選手独特の王でも、そうですね、ミドルキックを連発で打っていきます。藤原ノアの目標がムエタイの世界チャンピオンになりたいという目標があるだけに、ここはきっちりと乗り越えていかなければいけない相手でしょう。
宮本さんいいですね、積極的に。そうですね、ミドル結構当たってます。宮本さんもやっぱムエタイ選手とは何度もやってますよね、はい、そうですね、タイ人選手とは何人かしていただいたんですけど、やっぱり体硬いですね、すごい痛いです、ね、純粋に硬いですね。そうですね、はい、蹴ると痛いってですよね。そうですね、蹴って痛いんですよね。蹴って痛いっていう本当に頑丈というイメージがあります。あ、そうですね、うん、で代わりにあの試合の方はなかなかスロースターターが多いとも聞いていますが。そうですね、大体みんな5ラウンドでやっているので、はい、3ラウンドってなるとなかなか1ラウンドに出ないパターンになるんですよ、うん、今藤原が積極的にこうやってミドル打ってくる、これはいい作戦になるんでしょうか。そうですね、対人ペースでリズムでやっちゃうと対人選手の方が上手いと思うので、はい、崩すには積極的にガンガンやって対人選手のペースを崩すことが大事だと思います。とにかく足が伸びる、バックハンドブロー、これは空を切る。さあ、距離を詰めると見下がってミドル。さあ、でも相手のこのラファーソソンタムも元大国イサオン緊急チャンピオンです。10秒切りました。ここで第1ラウンド終了です。鬼越トマホークの金ちゃん、いかがですか第1ラウンドご覧になって。いやー、なんか女子でしかも10代同士の戦いとは思えないぐらい、うん、緊迫してハイレベルの戦いですね、はい、蹴りがすごい伸びるというか、しなやかななんか蹴りっていう感じで、すごい楽しみですよ、2ラウンド目3ラウンド目。酒井さんから見て藤原のはいかがでしょうか。あの動きやっぱ柔らかいですよね、うん、非常に体が柔らかいんですよね。あ、でもやっぱ対人選手の何ですかね、この戦い慣れしてる、このなんか気負ってない感じ、戦いが日常の中にある感じが不気味ですよね。もう48戦でありえないですからね、はい、日本で。もう物心ついた時にもう感情が無えたいっていう感じでしょうね。そうですよね、もうあの本当普通の時みたいな顔してますもん、うん、本当に。さあ第2ラウンド、ここでヌアファーソソンタムがどう動くか、注目の第2ラウンドです。うん、ミドルキックを打っていくヌアファーソ、ヌアもうダブルで打っていく、うん、この左の、まあ、ミドルからハイノー打ち合いでいきます。気持ち強いですね、やっぱり藤原ノア選手ね、迷いがありません。積極的に先に先に攻撃を出していきます。まあ、そして注目なのがこの試合、肘ありルールになっています。その肘が出てくるのかどうかというものも距離が詰まったとき注目です。 JK のね、肘が見れるのはあの日本でここの場所だけでしょうですね。あ、組相撲、組相撲ですね、この組。いやー、でも藤原ノア選手非常にいい表情をしています、集中しています。そしてもちろんノアハーサの方もさっきはもう打って変わって顔つきが変わってまいりました。おー、相手に伸びる、今宮本さん顔面に伸びていきましたね。そうですね、顔面ですね。さあちょっと、うん、ノアハーサもヌアファーソソンタムも同じように前蹴りを出していきました。おお、バックスピンキック、ミドルミドルミドル、おお、今度は右、左ミドルを積極的に打っていく、ボディボディボディから今度はパンチ、おお、パンチを打った、おっと、これはダウンを取ったか、ダウンを取りました、ボディ効きましたね、ボディ効きましたね、はい、
ちょっとずっとミドルキック意識させておいて、宮本さん、そうですね、はい、これパンチに来ましたね。そうですね、わあ、ボディ効いてるかもしれません。ミドル、そしてそうするとミドルも効いてくる。ちょっと力が入ってない、腰が入ってないか。おお、倒せますよ。ソーソン球、ソーソン球危ない。さあ残り時間30秒を切っている第2ラウンド。さあこれはチャンスとなります。どこまで追い詰められるか。藤原のはパンチまとめてもいいかもしれないですね。あと10秒で。そうですね、ちょっとソーソンタムパンチに対抗できてないか。そうですね、コーナー背負っちゃってる、はい、ああ5秒決めれるかな。ここで第2ラウンド終了です。素晴らしい。坂井さん、はい、ちょっと驚きましたね。素晴らしいですね、この階級で女子でちゃんとダウン奪えるって、やっぱ、うん、ちゃんとあの煽り V でも言ってた通りですよね、はい、女子でも倒せる面白い試合をするという覚悟がありますね。やっぱしかもそこまではね、もうビッシビッシとローキックミドルキック打ち込んでって、あのいきなりのボディーブロー、いやすごい、ボディーもいいし、やっぱタイの選手に左ミドル効かせるってものすごいことですからね。そうだと思いますね、宮本さん。そうですね、はい、もうタイの選手もミドルキック左ミドルブンブン振ってきますからね。そうです、フリーで圧倒するのすごいですね。やっぱり同じ土俵で勝負してやるんだという藤原ノアの思いが第1ラウンド第2ラウンド見て取れました。さあラウンド3、最終ラウンド第3ラウンドになります。日本の藤原ノア対タイのヌアファーソーソンタム、倒してほしいですね。おーすごい、いやー蹴りの威力相当です。ローキック、さあ同じように蹴りを意識させる、もちろんソーソンタムもあの藤原ノアのパンチ十分に警戒しているでしょうが、もうどん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 行きます。全く恐れてないですね藤原ノアがね。気持ちの強さというものが全身から、その表情からも見て取れます。ミドルミドル、ちょっとソーソンタムがもうなんていうか蹴り合いを嫌がってるようにも見えます。そうですね、ここで止めた、剣王勝ち。すごい勝ち方、坂井さんやりましたよ。やりましたね、うん、いやすごいな、左ミドルで元タイのチャンピオンから、ムエタイチャンピオンから左ミドルで KO 勝ち。金ちゃんどうでした。いやなんか2ラウンド目からボディ効いてるなっていうのは分かったんですけど、すごいですね、左ミドルで倒すっていう、ちょっと女の子なんて心配です。ジェモさん心配ですね。ジェモさんいかがですか。そうですね、なんか結構腕にミドル蹴ってからの2発目にトラからったり、はい、してたりはしてたんで、チームすごいテクニックでうまいなと思います。やっぱ相当あの第2ラウンドのボディ効かされていて、最後の最後やっぱりもうしつこいまでにミドルを蹴ってきたウジャーノア、まともにもらってしまった瞬間、地獄の苦しみが待っていたという感じです。いや有言実行、いや素晴らしい素晴らしい、まさに日本の女子格を背負う存在です。そのまさに武田光雄さんのおっしゃる通り、覚悟ができています。やっぱ日本人選手がタイ人選手に勝つときってやっぱパンチが結構、うん、武器になると思うんですけど、で左ミドル、あっちの左ミドルキックをちょっとかいくぐってるね、パンチって形が多いんですけど、もうね、タイ人選手のお株を奪う左ミドル一発 KO っていうのはものすごいことだと思いますよ、はい、いや本当にこの勝ち方から見て、本当藤原ノア選手の打倒ムエタイがいかに本気かということがですね、よくわかります。夢であるムエタイの世界チャンピオンに向けてノンストップで突き進むか。